青森県に土砂災害警戒情報が発表されました。青森県では外ヶ浜町、中泊町に土砂災害警戒情報が新たに発表されました。この先もしっかりと安全な場所でお過ごしください。土砂災害の危険度の分布見ていきます。青森県津軽地方を中心に黄色い注意レベル、また一部地域では警戒危険レベルとなっているところが出てきています。現在新たに土砂災害警戒情報が発表された地域、このように土砂災害の危険度が高くなっています。皆さんからいただいている天気報告、そして現在の雨雲の様子を見ていきます。現在青森県では日本海側を中心に雨の報告、そして雨雲レーダーを重ねていきますと、津軽地方では活発な雨雲がかかっているような状況です。この先も急な崖や山の斜面など危険な場所には近づかずに、安全な場所でお過ごしいただくようにお願いします。この先の雨の降り方などアプリからも随時ご確認ください。アプリのレーダーを見ていきます。アプリ下の傘マークレーダータブを押して現在雨雲モードを選択しています。青森県を拡大していきまして、現在広い範囲で雨雲がかかっていることがわかります。そして時間を進めて見ていきますと、しばらくは津軽地方、この先も雨雲がかかり雨が降り続く予想となっていますので、引き続き土砂災害の発生に十分に警戒をしてください。以上、アプリのご紹介をしていきました。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。